公明党の伊藤貴恵ですよろししくお願いいたします今日はあの、永住者の在留資格の取り消しに関連をしてあの、お伺いをさせていただきたいと思います。えー、改正法案の22条のまず6で、永住者の在留資格の取り消しに伴う職権による在留資格の変更という規定があります。この規定に関連してお伺いをいたします。 でこの条項につきましては、あの原則取り消しではなく、まあ、変更であること、でまた、永住者が日本に定着してきたという点に配慮したものというふうに、あのこれまで、えー、衆議院の審議でも大臣からも答弁がなされております。でこれらの答弁と、でまたそもそもまあ厳しい条件の下で永住権をまあ得られたということを考えたときに、この条項の適用場面に関しては、まず限定的に返していくべきであるというふうに考え方としてあの思いますけれども、 いいいかかがでしししょうか入管庁にお伺たまますす丸山次長お答え申し上げます今般の永住許可の適正化におきましては、仮に在留資格に取り消し順位に該当したとしても、即座に在留資格を取り消して出国させるのではなく、当該外国人が引き続き本法に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権により、 永住者以外の在留資格への変更を許可することとしたところです、これはご指摘のとおり、永住許可を受けるにあたっては、外国人が長期間、本邦に在留していることなどが要件とされていることからすれば、永住者の在留資格を取り消す場合であっても、一定の配慮をする必要があると考えたからであり、原則として法務大臣が職権により、定住者の在留資格への変更を行うことを考えております。 依然しましても、衆議院修正の附則第25条のとおり、改正後の入管法第22条の4、第1項第8号の規定の適用にあたりましては、従前の控訴交換支払い状況、および現在の生活状況、その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するほか、永住者の在留資格の取り消しをしようとする場合であっても、原則として法務大臣が職権により、 定者の在留資格への変更を行うなど、慎重な運用に努めてまいりたいと思います伊藤隆一さん。この条文上の当該外国人が引き続き、本邦に在留することが適当でないと認める場合については、どのような場合を想定して、いかなる事情を考慮して判断することになるんでしょうか。か丸山次長答え申し上げます 当該外国人が引き続き、本法に在留することが適当でないと認める場合とは、当該取消し自由に該当するに至った経緯、それまでの在留状況や、今後の在留意向などを総合的に判断することとなりますが、例えば、今後も納税する意思がないことが明らかである場合や、犯罪傾向が進んでいる場合などは、これに該当する場合があると考えております堂高井さん。 でこの条項を用いてまあ、変更もありうるという形になるわけであ在留資格についての変更がありうるということになるんですが永住者の在留資格以外の在留資格というのはまあ、どういう資格への変更を想定されているんでしょうか森山次長お答え申し上げます改正後の入管法第22条の6は永住者の在留資格の取り消しをしようとする場合には 原則とととしして他のののの在留資格にに変更すすととするるここももででありこれは永住者の我が国の定着性に配慮したものでございます具体的にどのような在留資格とするかは、個々の外国人のその時の在留状況や活動状況に鑑みて、引き続き本法に在留するにあたって、最適な在留資格を付与,すること付与することを想定しておりますが、一般的にはほとんどの場合は、定住者になると思われます。なお、定住者以外の在留資格として、 例えば高度専門職のように、本邦入国後数年で永住許可を受けている場合などは、本邦への定着性を排除する必要性が高くないため、活動に応じた就労資格を許可されることもありうると考えております。伊藤孝さん、ではあの今の,そのご説明だと、ほとんどはまあ定住者。 という資格で、それ以外で考えられるとすれば、まあ、そこまで定着性が高くない、まあ、数年間、短い期間の間に永住者の資格を得た、まあ、高度な専門性を有する方については、元の資格に戻るということがあり得るとで、それ以外ではどういうパターン、定住者以外になるパターンですね、どういうことが想定されますでしょうか。丸山次長 あとはあくまでの可能性、頭の整理としてお,あのお聞きいただけると思うんですが、例えば、意見聴取の手続きをしている中で、もう少しちょっともう、あのちょっとそういう自分に将来考えて、ちょっともう日本から出国することをしたい、出国するんだけど、もう少しその出国、たぶ準備をしするための期間が欲しいと、まあ、仮にそのような申し出があれば、それにふさわしい在留資格をということはあろうかとは思います。 例えば、あの短期滞在ということも含めまして、そういうこともあろうかとは思います。ああ、くまで頭の整理ということでございます。高井さん。ありがとうございます。あの、もちろん、そのあ、あくまでも頭の整理ということですし。で、当然、その方、その方の事情によってというところもあり得るかと思うんですけれども。まあ、さまざまなこういう審議の中で。えー、一般論だけで、まあ、こう抽象的に語られると、やっぱりすごく不安に。 なるんですよね、どうしても条文上明確にできないことが具体的にできないことがまあ多い分 運用で好きにされてしまうんじゃないかという不安をもたらしてしまう恐れがあるんだと思っています。で、そういう意味では、まあ、今おっしゃっていただいた、その取り消しなり変更なり、変更だということを考えるという段階で、本人がもう永住の意向がない場合はこうするとか、このような方の場合はこうするっていうような、まあ、いくつかの考え方の筋道を示していただくというのは、まあ、少しでも安心材料にもつながるところでもありますので、ぜひこう、 あらゆる場面も想定しながら、できる限りの具体的な答弁を、あの、これからもお願いをしたいと思います。で、えー、例えばですね、家族全員が英住者の在留資格を有している場合に、親が、 入管法の別表一の在留資格に変更されることになると、その家族の在留資格というのが家族滞在に変更されることも考えられますけれども、それでは家族の被る不利益も大きくなるのではないかと考えます。で特に家族があるケースにおいては、あ例えば未払いというような事情がある場合に、ね、この未払いの人の在留資格の変更を行うとしても、もう先ほどもありましたけれども、原則として定住者の在留資格を付与すべきというふうに考えますけれども、この点いかがでしょうか。 丸山次長お答え申し上げます今般の法改正による入管法第22条の4第1項第8号に基づき在住資格取り消しまたは変更と対象となるのは控訴効果の身の等があった永住者本人でございますしたがいまして仮に当該永住者本人が定住者の在住資格変更されたとしても他の家族が永住者の在住資格である場合には引き続き 永住者のの在在留留資格まままですすることとなります伊藤貴さん家族があるケースであの、引き続きちょっと家族への影響についてというか、考えないといけない点をお伺いしたいと思うんですけれども、例えばです、ね、子どもがいるご家族で、この夫に拘束効果の未払いがあるという場合に、 通常、まあ、税金、高速効果については、その夫に対してというか、個人に対してかけられているということになるかと思うんですけれども、この夫の支払いに対して、まあ、家族として、まあ、妻がま協力すべきであるということで、妻も夫と共に、高速効果の支払いに協力をしなければならないのにしなかったというような形で、在留資格の取り消しであったり、変更の審査の対象と、そもそもなるのかどうかという点と、で、もう一点、また仮に、 この事例で夫が高速効果の未払いを主な理由として在留資格が取り消された場合妻とこの在留資格にはどのような影響がありますでしょうか森山次長お答え申し上げますまあ今般対象としてありますのはあくまでも高速効果を、まあ、支払う義務がかかっている方がまあ故意に支払いをなさっていない ということに着目して大資格を取り消すかどうかというご判断をしますので今委員ご指摘ございましたとおりその家族が協力すべきじゃないのかというところまではちょっと判断の外といいましょうかになります。でまたあのご家族の取り消した場合はご家族の在留資格でございますが、まあえー、とちょっと先ほど重なりますって恐縮でございますけれども家族が皆さんが例えば永住者でいらっしゃった場合であれば、えーでえー、仮に拘束効果を知らなかった方 がまあ定住者という在住資格になった場合でも、他の家族の方は特段取り消し事はございません、当たりませんので、永住者のままとなります。例えば、えー、とご家族の方が、えー、永住者の配偶者等ということで配偶者の方がいらっしゃったと仮にいたしますと、えー、とご本体の永住者の方が永住者なくなるものですから、その配偶者の方も永住者の配偶者等という在留資格が対象外になりますので、この場合には、えーえー、と永住者の方が定住者に変更許可になった場合には。 配偶者の方についても、まあ、定住者の在留資格へ変更してくださいと、ご案内をすることになります高井さんあの変更してくださいというご案内をするというのは、その職権でというのか、変更するということではなく、何かそのご案内という、ごめんなさい,あのい、意味をご説明いただけますか。丸山次長 あ申し訳ちょっと付け足していただきますと今回の新しく作ろうとしていますあの取り消しのところでは法務大臣の職権による変更の許可というのが規定されておりますので職権でできるんですけれどもその他の場合につきましてはあくまで変更申請を受けてあの変更許可をするという順序になるものですからちょっとご案内というご説明をさせていただきました。 上高井さん、わかりました。ありがとうございます。ではあの次に通報義務に関連をして改正法案の62条の2についてお伺いをいたします。でこの条項案では。 国または地方公共団体の職員は、その職務を遂行するにあたって、第22条の4第1項各号のいずれかに該当すると資料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができるというふうになっております。で、えー、今日ょ一点確認をさせていただきたいのはです、ね、この通報義務、これを、まあ、 えー、果たすということを考えたときに相談者の側からすると、まあ、相談をしたときに通報されてしまうんじゃないかということで通報をあごめんなさい相談を諦めるんじゃないかあるいは躊躇するんじゃないかということが考えられるでそこを何とかしなければいけないんじゃないかという点ですで、えー、この点あの DV の被害者に関連をして平成十五年十一月十七日の法務省入管国給 入管局長通知では、通報義務を履行すると、当該行政機関に課せられている行政目的が達成できないような例外的な場合には、当該行政機関において通報義務により守られるべき利益と、各官所の職務の遂行という公益を比較考慮して、 通報すすするるるかかどううを個別にに判断,する判断することともも可能であるというふうにもあのされておりますで税金滞納をしているような状況で、まあ、支払い方法をどうしていくのがいいのかというのは、当然、相談をしながら、税務署にも相談をしながらやっていかないといけないわけでもありますけれども、永住者がまあ通報を恐れて、必要な行政機関に相談をしないというふうになると、これはまあその方、当人にもとってもそうですし、きちんとまあ税を確保するというか、 観点からも決して望ましいことではないというところからいくとこの相談をする機会をしっかりと確保していくための対応についてえ配慮すべきと考えますけれどもいかがでしょうか森山次長お答え申し上げます入管法第62条第2項は国または地方公共団体の職員はその職務を遂行するにあたって待機強制自由に該当すると資料する外国人を知ったときは その旨を通報しなければならないと規定しているところ、今委員よりご指摘のありました通知は、その通報義務の解釈を示したものでございます。一方で、本法案では、国または方公共団体の職員が、その職務を遂行するにあたって、在留資格取り消し自由に該当すると資料する外国人を知ったときは、その旨を通報することができることとしており、その通報については義務とはしておりません。その上で 衆議院における修正による不足第,第24条第4項においては、改正後の入管法及び育成就労法の規定の趣旨および内容について、本法に在留する外国人および関係者に周知を図るものとするとされております。法務省としましては、衆議院における修正の趣旨を踏まえ、ご指摘のように、永住者が必要な行政窓口への相談を 中止することがないよう、制度の趣旨の周知等を徹底してまいりたいと思います伊藤孝さん。あのこのまあ職員があきちんと通報するかどうかで、どの段階で通報するのかというところをま判断するようになるためにも、でまたあの自治体ごとに、 異なる対応にならないようにするためにも、ガイドラインが公表されるというふうにも、これまでにも出てきているところでもありますけれども、ただ、ガイドラインを作るといっても、例えばその、この税金ならいくらとか、期間がいくらっていうのを、数値的に明確に具体的に決めていくっていうのは、やっぱりできない、不可能なわけですから。 考え方を示したり、例を示していく中で、それぞれの職員であったり、自治体側の判断に委ねざるを得ない面も現実的な中ではあるかと思います。でそう考えたときに、このガイドラインをどんなふうに作っていくのかというのが大変大事になってくるかと思います。で効果的なガイドラインを作成をするために、今後、何を、どのように検討していくのか。 とすえ本省としましては施行までに国または地方公共団体の職員が故意に控訴効果の支払いをしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に参考としていただくと,とともに外国人および関係者の予見可能性を確保するため 在留資格を取り消すことが想定される事例について、ガイドライン等として公表することを予定しております。今,度今般の制度は、国会における議論や、本法案不足第24条第4項が追加されたことなどからも、慎重な運用が求められるものであることは十分認識しており、ガイドラインの内容やその策定の方法等につきましては、永住者の我が国への定着性に十分配慮したものとなるよう、 関係省庁と十分に協議した上しっかりと検討してまいりたいと思いますさん今、最後、ご答弁いただいた部分のガイドラインをどういう材料をもとに、どんなふうに誰が作っていくのかっていうのを明確にしていただくのが大事なのではないかなというふうに思っています。で知らないところでガイイドラインが突然出てくる というような場合であれば、やっぱりどうしても納得感であったり、理解をしていただくというのも難しいところでもありますし、でまたあの、どんな事案を想定をして、どんな事情を考えてとていうのは、まあ、先ほど、予見可能性云々という話もありましたけれどもお、適用されるかもしれない外国人の方、あるいはその周りにいらっしゃる方も含め、まあ、私たちこう全員がしっかりと納得をしていくというためには、ガイドラインを作る過程、まあ、も含めてですね、 明らかにしていただきながら進めていただきたいと思うんですけど根底にいかがですか丸山次長本当に申し上げますまあ、現時点におきましてちょっとどういうスケジュールかどういう方法でということ俺は決定はしておりませんけれども委員会もご指摘いただいきましたとおり、まあ、この今回の案が成立した場合にはいろいろご不安を持たれる方もいらっしゃるというご指摘を今ずっといただいておりますのでこの策定過程におきましてもある程度どう言ましょうかあのそういう方たちにも事前にいろいろ 例えば以前からご指摘いただいて方法としましては例えばあの今後、どういう場があるかではございますけれども、えー、有識者の意見をまあその関係省庁で協議しただけではなくて有識者にもご意見を聞いてそういうものをまあ議事を公表するとかそういうこともあろうかと思いますし、まあ、ちょっといろんな方法は今後も一緒に検討してまいりたいと思います。 高井さんありがとうございますよろしくお願いいたします。で、次、えー、に改正法案22条の4項の、故意に拘束放課の支払いをしないことという点についてお伺いをさせていただきたいと思います。今日もあの午前中から、この故意にという文言に関するさまざまな意見等々出ております。で、私もというよりも、多分あの普通に放送であれば、法律家であれば、故意にという文言に、例えば悪質なであったり、 わざととかいろんなこう感情面とかそういうものは含まないものであるという認識を、まあ、一般的にはまあ持っているという中で、えー、そうなるとこの故意に控訴効果の支払いをしないというところに、まあ、故意にというのがまあなぜついているのかというのも 分かりにくいところでもありますでこの故意にという文言をここに含んでいる、入れているのがまあどういう意味があるのかということと、また、あのこの法律以外の法律等で,です、ね、故意にという用語に関して、事実の認識があること以外の意味を含めている形で使用している事例というのがあるかどうかについて、ご説明をお願いいたします。丸山次長 申し上げます今般の永住許可制度の適正化は、適正な在留管理の観点から、永住許可後にその要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、その在留資格を取り消すことができるとするものでございます。この点、永住者が高速効果の支払いをしない場合の経緯や理由は様々であると考えられるところ、やむを得ず支払いができなかった場合は、その在留状況が良好ではないとまでは評価できず、 永住者の本法への定着性に鑑みて、在留資格の取り消し自由とすることがは相当ではないと考えております。他方で、高速効果の支払いにもあることを認識しているにもかかわらず、あえてその支払いをしない場合は、その在留状況が良好とは評価できず、そのような場合にまで永住者の在留資格を認め,認め続けることは相当ではないと考えております。そこで永住者のの在留資格の取消し自由を そのような場合に限定されるものとして規定するにあたり、一般的に事故の行為から一定の結果が生じることを知りながら、あえてその行為をすることを言う、行為という用語を用いるのが適切であると考え、そのとおり立案したものでございます。また、入管法以外の法令につきましては、網羅的に把握しておりませんが、最もっとも例えば、民法第709条は、先ほど申し上げた 改正後の入管法第22条の4、第1項、第8号の故意にと同じ意味ではないものの、故意によって他人の権利、または法律上保護される利益を侵害した者と規定しているところ、ここにいう故意とは判例によれば、事故の行為が他人の権利を侵害し、その他違法と評価される,る事実を生じるであろうということを認識しながら、 あえてこれをする心理状態を言いい行為の時点で存在する事実の認識に必ずしも限らない意味を含み得ると承知しているところです。伊藤隆さん、ちょっと今のあの法的な説明についてはあのまた考えたいと思います。あの先日お聞きをしたときにあの国交省の関係で一つ行為にという中にまあ悪質性を含むような意味を 入れて使っているものがあるというふうなご説明をしていただいたかと思うんですけどその点はないんですか森山次長お答え申し上げます、えー、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律においては以下のような規定があり所管庁である国交省において故意に事実を告げずとは事実を認識しているにもかかわらず あえてこれを告げない行為を言うと整理されていると承知しております。えっと、高井さん、ありがとうございます。あのもともとの、そのおっしゃられている、うう、控訴効果の支払いをしないということだけではなく、まあ、悪質性であったりとか、そういうもので絞りをかけていきたいという目的自体は、おそらく、あの、理解を示す方がたくさんいらっしゃるし、私も理解はできる。 つもりですでただ、そこのお、まあ、方法として、ここに故意にというまあ文言、まあ、しかなかったのかというところは、少しあの思うところはありますけれども、しっかりと、そのもともとの目的ですよね、そこ、縛りをかけていくんだと、ちゃんと事情を見ていくんだというところが、まあ、いかに伝わるかというところに、えー、最大限の努力をしていただきたいと思います。で今日のののの質疑の中でもやはり私を含め普通ににに放送の皆さんがあ見た時には恋にというのを もうそういうふうにやっぱり受け取らないというか受け取りにくいという現実がある中でいや そうじゃなくて、こういうことを考えているんだよ。ということがあ,まあ今後どう。それがこう伝わっていくのか伝えていくのかっていうところがやっぱり大事になってくるところだと思いますので、あのそこに関してはしっかり考えていただきたいと思っています。で、この悪質なという要素をまあ、今あえてとか。そういうようなこともありました。けれども、そういう要素が本当に要件として考えていくんだというところについてはまあ、何を根拠に。 されているというふうにあのお考えなのか、大臣のご見解をお伺いいたします小泉法務大臣これはあの、この永住者の納税義務が果たされていないという問題がまあ出てきてから、いくつか取り組みをやってまいりました、でその中の一つに第7次出入国管理政策懇談会というのがありました、ここで外国人の方、あるいは弁護士の方と、からいろいろ意見を聴取したわけでありますけれども、やはり、 定住性、今まで頑張ってきてくれた日本に貢献してくれた、まあ、そういう実績、そして定住性、まあ、そういったものをやはり重く見るべきだという意見が、まあ、あの少なからず、まあ、あったわけでございます、まあ、そういう意味で、この故意、さらにさらに限定的に悪意のある場合、そういうものに限っていこうという政策判断は、まあ、そういう実態のお声から。 ま始ままっていいるところでございますそして、コインの定義についてまだ詰めなければいけない部分もあると思いますが、これは最終的には、法文の解釈、裁量権、の行政裁量の中で、悪質性というものをガイドラインに書かせていただいて、なるべく具体的に書かせていただいて、周知を図り、ご理解をいただくという方法をまあ考えているところでございます藤堺さん。 あの今日まあ裁量という言葉を使っての説明もされましたけれども悪質性というのが入るかどうかっていうところに関しては裁量はあってはいけないと思うんですね。ただその実裁量があるかどうかっていうのはその悪質性が あるのかどうかを判断するにあたっての事案への当てはめについて、そこについては判断をする側がさまざまな要素の中で検討するということはあるかと思うんですが、悪質性を入れるのかどうかというところについては、裁量がないという形の解釈論、確立をしていただく必要があると思いますけれども、大臣、いかがですか。小泉法務大臣 あのまあ悪質性というのをその言葉で定義するのはなかなか容易で難しい部分があります、まあそれをできる限りこり具体的事象に落として、具体例としてそのガイドラインに記述をしていくと、まあ、そういう方法をとって、悪質性というものをしっかりまあ伝わるようにしていきたい、まあ、そんなふうに思っています伊藤孝一さん。 の高速効果のまあ支払いをしないことを理由として、まあ、取り消し在留資格の取り消しがなされるあるいはまあ変更がなされるという場合に、まあ 高速効果の支払いをしないというふうに判断する理由となった具体的な事情として、まあ、どういうものが吸い上げられていくのかというところについて、やっぱりあの運用面に関しての心配があるというのが多くの声なのではないかと思ってます。で、これからもしこの法案がまあ成立をして、実際の運用が始まった場合に、高速効果の支払いをしないと判断する理由となった具体的な事情については、公表を、事案ですね、公表されていくのかどうかという点について伺い いたいと思いますあの基準の明確性にもつながり不平等な取り扱いがなされていないかということのチェックや予測可能性などの点からも実際の運用を明らかにしていくべきではないかと考えますけれどもこの点いかがでしょうか丸山次長答え申し上げます出入国在留管理庁としましては委員ご指摘のとおり国または聴講業団体の職員が故意に高速効果の支払いをしないことに該当するとして通報の要否を検討する際に 参考としていただくとともに、外国人および関係者の予見可能性を確保するため、在留資格を取り消すことが想定される事例について、ガイドライン等として公表することを予定しております。その上で、衆議院における付帯決議において、具体的なガイドラインを作成し、周知するなど、特に慎重な運用に努めることとされたことなども踏まえ、適切に制度を運用してまいりたいと思います。ななおたただいいままごご指摘ございました、まあ、具体的な事情の、まあえーっと 事例のか公表といいましょうか、その点でございますが、現在、あの私ども年に1回、在留資格の取り消しの状況ということを公表資料を出しておりまして、まあ、その中にいくつか事例というものが書いてはおるんですけれども、ちょっと、まあ、この制度は仮に始まって、ですねちょっとどういう事例が出てくるかにもよると思いますけれども、まあ、そういったことも今、しておりますので、その中でちょっとどういう対応ができるか。 現在まあと、例えば上流特別許可をした事例とか、在留特別許可をした事例というのもお示ししておりますので、そういうところはちょっと工夫をしたいいと思います藤高いさん、<laughs> 以上で終わります。ありがとうございました